はい、どうもこんにちは。昨日ね、また僕はコントが始まるをね、ドラマ見てたんですよ。あのドラマは面白いですね。一部ではなんか視聴率が伸び悩んでるとか、まあ主演のね、菅田将暉君かが出過ぎだとか、まあヒロインが一応有村架純さんなんで、この二つのね、このコンビが、なんかいまいち見飽きたとか、まあ、いろんな意見もあるんですけど、いろいろまあいろんなね、この春のドラマは一通りを見てるんですけど、まあ、ドラゴン桜は文句なく面白いんですよ。で、まあそれはね、エンタメとして面白いんですけど、ドラマとしてね、もう、まあ多分僕は一番面白いんじゃないかなと思うのはやっぱコントが始まるなんですよね。で、まあどこ、何がまあ面白いのかっていうと、刺さる人に刺さるドラマだと思うんですよね。で、僕は刺さるんですよ。でも刺さらない人もかなりの人数がパーセンテージがいるんじゃないかなと思うんですよね。だからその刺さらない人は絶対面白いと思えないのかなと思うので、視聴率になってるのかなと思うんですけど、これはまあね、恋愛という感じではないんですよね。胸キュンものでもないし、まあハラハラドキドキのエンターテイメントでもないんですよ。青春群像ドラマって一応言われてるのかな。話的には地味ですよ。話的に地味だし、あとね、すごくね、作り方がうまいんですよ。コントと現実がリンクしていくんですよ、最後に。そういうなんかうまい脚本の作り方をしてるので、どちらかというと本当にこのストーリーを見るっていう話と、あとこの世界観が、それを体験したというか、まあそういう青春を送ってきた人にしてみたら、すごくこう共感できるというかね。まあ例えば今やってるドラマの中で、火曜10時のね、聞かざる声あるじゃないですか。まあ、例えば僕はあの世界観、シェアハウスだと何回か言ってますけど、シェアハウスだったりとか、なんかインフルエンサー的な会社のね、あれには全く共感できないんですよ。まあ、もう乗ってけないんですよ、気持ちが。もう現実離れしすぎちゃってて。なんだろうなって感じなんですけど、こっちのね、コントが始まるはものすごく現実味があるというか、リアリティがあって、しかもその役者がめちゃくちゃ上手いので、文句ない役者じゃないですか。今の本当に若手の中で抜きん出た役者がやってるから、癖がなく見れるんですよ。だから感情移入しやすいというか、入り込みやすいんですよね。それぞれのキャラクターをフルに、もう出し尽くして、あ、もうこういう人間いるよねっていう感じで見れちゃうので、でも昨日ちょっとだから思ったのが、見ててね、わっと思ったのは、まあ、最近ね、ルローを見たばっかだから、有村架純ちゃんとね、神木隆之介くんがね、このドラマには出てるんですよ。その二人が出てた時に、あ、ルローだってやっぱ思っちゃったんですよね。有村架純ちゃんはね、これからのビギニングに対してのすごく重要な役どころになっていくんですけど、まあ、剣士の元の奥さんって役なんですけど、ビギニングの時の有村架純ちゃんってなんかちょっとね、影のある女性みたいな感じで描かれてるじゃないですか。で、昨日の、コントが始まるとき、有村架純ちゃんがね、ちょっと、今明るいんだけど、有村架純さんの前、ちょっと前のことをやったんですよ。その時引きこもりだったって話をね、してて。引きこもりの時に部屋の中で何もしないで、こう、毛布にくるまってぽーっとしてるのを妹に発見されたりとかしてっていう、そのシーンを見たときに、ちょっと僕はね、被ったんですよ。流浪の剣心の有村さんと、なんかこの影がある部分があったんで、あ、なんかこう、もう見てて、ただ単にフラッシュバックで、あ、ルローだっていう感じが、しかもそこにね、神木くんも出てるんで、おっていう感じに思ったことと、あともう一つ思ったのが、その菅田将暉くんのお兄さん役で昨日初めて出てきたのが、これもまた引きこもりなんですけど、マイクマさんなんですよ。これもあれじゃないですか。ご存知ですけど、こいつずですよね。こいつずの、先生ですよね。モネちゃんにね、告白をしてしまったっていうマイクマさんなんですけど、久々にマイクマさんが見れて、なんかね、嬉しかったですね。まあ、引きこもりの役なんですけどね。でも、かっこよかったですよね。こう、げっそりして、ひげ生やして、部屋の中で暗くなってるんですけど、その前までは、なんだ、マルチ商法にはまって、すべてを失ったっていう役なんですけど、それはそれで、ストーリーとしても面白かったし、ああ、いい役者が揃ってるなあっていう感じでね、ちょっと昨日は見てたんですよね。だからまあ、僕の中ではもう、クスッと思えたのが、ルローと、こいつの、いいメンツが、こう、バッチリこう、組み合ってたんで、
ああ、いいなぁ、なんて思って。もちろん佐藤健はそこにはいないけど、でも、そうじゃないところで、あ、このメンツがやってるわっていう、なんかね、勝手なね、勝手なこう満足感があった昨日回だったんですよね。うん、ただコントが始まる、やっぱ僕は面白いです。視聴率が悪くても僕はこれ最後まで見たいなっていうぐらい。どこがこう、入りやすいのかって言っても、僕もね、一番最初東京に出てきたのはね、バンドマンになりたくて、当時はやっぱりバンドが人気あったんで、バンドブームだったんで、親の反対を押し切ってね。で、バンド組んで、日夜ライブやったりとか、インディーズで CD を出したりとかね、なんか、そういうことに夢を持って仲間と一緒にやったっていうことが被るんですよね。で、やっぱり似たような、ああいう風な、本当に安いアパートとかでね、みんなで話し合ったりとかして、ああでもない、こうでもないってやりながら夢を語り合って、でも挫折もいっぱいしたっていうような、なんかこう青春群像的なのってやっぱりね、持ってる人間には刺さるですが、僕はやっぱそういうのを持ってたので、ああ、なんかすげえ染みるなっていう感じのドラマです。な感じでした。ではでは。